これ会社員をやっている、まあ、僕の知人の男性の方のね、話なんですけど、まあ、ちょっと最近はね、もう全然連絡取ってないんで、どうしてるのかなって感じはあるんですけどね。その彼がね、結構前ですね、もう、まあ、社会人になって、まあ、大学卒業してから、まあ、数年、2年とかくらいの頃ですよ、に、体験した話なんですけど、ちょっと仮にその方を松本くんとじゃあしておこうかなと思うんですけど、その松本くんがね、まあ、大学時代の同級生の、まあ、友達3人4人ぐらいかなと、まあ、都内の繁華街、まあ、某繁華街でちょっと、まあ、遊んでたらしいんですよ。居酒屋とか行って飲んだりとかして。で、もう結構いい感じでもう酔っ払っててみんな、もう、あ、じゃあ帰ろうかなんて言って、ういーなんて言って駅に向かったんですけど、そこで松本くん自分が終電ないことに気づいちゃったんですよ。あ、やべ、俺終電ねえじゃん、マジか、やっちゃったーとか言って。で、他の友達は、俺らまだあるから帰るぜっつって。なんだよ、つれねえな、明日まで付き合ってくれよなんて言ったけど、いや、明日いろいろ予定あんだよ、悪いなって言って、みんな帰っちゃったらしいんですよ。チェーなんつって。で、しかもね、その友達たちもみんななんかね、実家だったらしくて、なんか泊まりにも行けないじゃないですか、実家になると。なんだよって。じゃあいいや、俺は今日は一人でネット喫茶でも泊まるかって言って。で、まあその繁華街、まあ遊び慣れてる街だし、まあ大体自分がね、終電逃した時には、泊まるネット喫茶決まってるんですよ。で、とりあえず、まあ、いつものとこに行ったんですよね。で、受付を済ませて、まあ、ブース名とかね、E の17番です。で、あちら、そこ右に曲がっていただいて、そこのとこのブースですよって言われて、あ、はーい、なんて言って、受け取って、そのままテク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 行って、自分のブースに、バタンって閉めたんです。で、もう結構酔っ払っちゃってるもんだから、もう本当にね、リクライニングシートなんですけど、こうやって、あーって言ってね、横になって、うーん、飲んだな、今日、なんて。まあ、ちょっとね、うるさくなっちゃうんで、口に出したらいらないですけど、ふーん、なんて言ってるわけですよ。で、そうやってやってるとね、しばらくすると、なんか声が聞こえてくるんですよ。で、ね、インターネット喫茶みたいなところにね、行ったことある人だったらね、わかると思うんですけど、こう、ブースになってるんですけど、まあ、ブースがこう、バーバーバーってあって、まあ、それぞれなんかスライドドアみたいな感じになってるんですけど、廊下があるわけですよね。まあ、廊下っていうほどの廊下でもないですけど、まあ、ちょっと通れるみたいな道があるんですけど、まあ、そのブースの人、ブースに、まあ、ね、入ってる人が、まあ、そこを通るぐらいなんですけど、なんかね、そのブースの一個のどっかになんかうるさい人がいるのかな、わかんないんですけど、なんか女の子でね、その廊下をね、こう、携帯電話かなんか持ちながら、おいで、もしもしって言って歩いてる女の子がいたらしいんですよ。で、うるさいんですよ、声がすごい。もしもし、あ、今な、どこにいんの？私、今、ここにいるんだけどさ、とか言って、まあ、なんか喋り方からして、ちょっとギャルっぽい感じっていうんですかね。もう、キャンキャンうるさいなと思いながら、松本くん、あー、とかってやったんですよ。で、まだそのね、電話がね、そのままね、バーってね、喋りながらどっか行ってくれればよかったんですけど、なんかわかんないですけど、そのね、ブースのね、間のところの廊下でずっと留まってるんですよ。留まりながら、なんか、パタパタ歩いたりとかして、戻ったりとかして、ちょ、ま、え、来ればいいじゃん。今からでも全然遊べるからね、来ればいいじゃんね、とかって言って、まあ多分友達なのか彼氏なのかわかんないですよ。誰かと電話してるんですよ。で、いいじゃんね、遊ぼうよ、とかってなんかやってるんですよ。で、うるさいの、すごい。なんだよって思いながら。で、しばらく我慢したんですけど、もうちょっと我慢でいいかなって、あーとかって言って。で、こう振り返ってね、その、ブースのね、スライド式のドアになってるわけですけど、そのドアって全部を、ね、下まで完全に覆われてるわけじゃなくて、下のところ足元見えるんですよ、隙間が空いてて。だからここら辺の竹でこうやってガラガラってなってるっていうか。だからこの辺の隙間見えてるんですけど、その隙間のところをね、こうやってなんだよとか思いながら振ってみたんですよ。そしたらなんかやっぱり女の子のね、こう、パタ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 歩いてる足が見えるんですよ。で、なんかこう、なんですかね、ぺたんこの靴あるじゃないですか、女の子なんかな、ミュールっていうのかな、わかんないですけど、ああいうのがね、履いてて、それをな、もう、つま先だけ引っ掛けて、パタ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 歩きながら、ねえ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 とかってやって歩いてるんですよ。で、ちょっと声が遠ざかったんで、注意しようと思ったけど、遠ざかったから、あ、まあいいや、つって、なんだよ、もううるさいやついるなぁ、なんて思って。またうるさかったらちょっとこの音注意してやろうって思いながら、あーって言ってやったんですよ。で、またしばらくすると、ねえ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 とか言いながらすごい笑い声出しながらまた歩いてこっち来るんですよ。バタバタバタっつって言って。なんだよと思って。
もういい加減にしろよって思ってこう立ち上がりながらこう振ってみたんですよ、足元。そしたらね、自分のそのスライド式のドアの足下のところにね、足見えてるんですよ。でもね、おかしいんです。自分のブース側の方に向けてつま先が向いててじーっと立ってるんですよ。見た感じさっきの女の子ですよね。突っかけてる靴、ピンク色の靴見えてるんですよ。え？と思って。普通ね、電話しながら歩いたりとかしてんだったらバタバタしたりとかね、多少止まったとしてもちょっと多少じゃないですか。もっとちょっと立ち止まってまたあっち行ったりとかするじゃないですか。まっすぐ揃えて立ってるんですよ、足元だけ見てると。で、考えてみるとさっきからずっとね、その電話をしてるね、女の子の声ねえ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 、ちょっと遊ぼうって言ってんじゃん、え、何何、うるせえよ、早く来いよとかっていう声がずっとね、自分のブースのすぐのとこから聞こえるんですよ。で、そこでね、あれ？って思ったんですよ。あれ？とは思ったけど、その時には酔っ払ってるのもあったし、勢いっていうのもあったから、うん、あーって思ってこうバーッと立ち上がってね、あのさって言って言いながらガラガラって開けようとして手をかけたんですけど、その瞬間にポッて行って上見たんですよ。したらね、そのブースの仕切りってね、だいたい松本くんの身長が180ぐらいだと思うんですけどね、それよりちょっと上、まあ2メートル以上あるわけですよ。それぐらいある仕切りなんですけど、その上から女の子の顔がこうやってね覗いてるんですよ。で、片手で電話かけてる感じのねポーズしてるんですけど、こうやって覗いてね、ウケるって言われたんです。うわって言って言って、思わずまた尻もついて、えぇって言って言って言ってる瞬間に、その女の子スーってこうね、スーって下がっていっちゃって、足元見てももういないんですよ。えぇって思って、なんだ今の。で、松本くんそこからカラカラカラって開けて外見たんですけど、誰もいないんですよ。なんだ今の。確かに、でも女の子いたよな、電話をしていた。今も変わらず、なんで今この一瞬でパッて言って声が消えるんだ。てか、それより何より、なんで2メートルも高いところから女の子がグーって覗き込めるんだ。そう思ったらね、うわーって寒くなって、なんだなんだなんだっつって、そう思ったんですけど、その瞬間に向こうからスーッて行ってね、早歩きでね、店員さんが近づいてくるんですよ。ファーってやってきて、あのすいませんお客様って言われるから、あ、はいって言って、って言ったら、あの先ほどからこううわーって叫ばれたりとかされてましたけど、ちょっとお静かにしてもらっていいですかって言われるんですよ。あー、はい、すいませんって、まあ、外部に言ったんですけど、腑に落ちないんですよね。だって自分は叫んでるっていうか、もともとうるさい女の子がいたから注意してやろうと思ってバッて出ようとしたら、こんなん来られたからうわーって言っちゃっただけで、で、そこでね、思わず店員さんに対して、いや、店員さん、別に俺がすごい騒いだわけじゃなくて、うるさい女の子がいたんですよ、だからちょっと注意してやろうと思って、女の子はもうわーって電話したとしてて、ね、なんかキャーキャー笑ってるからっつって、って言ったら、まあ、店員さんが、いや、ちょっと女の人の声特にしてませんでしたからね、あなたの声しかしないですよ、つって、ちょっと申し訳ないですけど他のお客さんの迷惑になるんでお静かにお願いできますかって言われたんです。ってなっちゃって、で、もう結局ね、もう怖いから朝までそのもうネット記者にいるのもう嫌になっちゃって、その場で出たらしいです。結局また別のね、あのネット記者行こうとは思ったんですけども、ネット記者に行くのが怖くなっちゃって、カラオケに行って朝まで歌ってごまかしたんです。そんなこともあったっていう松本くんの話でした。